引き札、または、引き札は、江戸、明治、大正時代にかけて、商店、ドミ中仲買い、製造販売元などの宣伝のために作られた広告チラシである。広告の歴史資料としてだけでなく、独特の色合いと大胆な図柄から美術品としての価値もある。印刷物として収集の対象ともなり、各地の博物館に所蔵されるほか、展覧会も開かれている。 初期の引き札は一式か二色であったが、色鮮やかな引き札は、浮世絵の衰退期に文明開化で商業活動が盛んになったのに合わせて、日本の木版、石版、銅版、活版印刷の発展とともに大量に作られた商店のチラシ、折り込み広告、手配りのびら、景品、付録などの印刷物である。商品の広告だけでなく、開店、改装のお祝い、 得意先配り、街頭配りなどにも使われた。浮世絵に償っ手作りの風合いを持った最後の一般印刷物で近代広告の元祖であるとともにキャッチコピーの先駆けでもある。今では美術品として扱われ、また当時の時代的資料の価値もある。当時商店が扱った衣食住、日用品や産業だけでなく絵に描かれた出始めの電話、電柱、自動車、 電車、飛行機などの歴史資料も見られる。例えばタバコの銘柄だと、四季島、大和山桜、スター、チェリー、ヒーローなどとある。江戸東京、大阪、京都など、当時の都市圏のほか、全国に広がった。サイズは、浮世絵より小さいもの、大きいものなど様々である。家の壁や、ふすま、前頭に貼ったりもした。13世紀に一遍承認が、 な無あみだ仏の札を出したとあるが、天那三年に、越後屋が、五福の宣伝に、現金安売掛け値なしという引き札を従理し方に、出したのが、引き札の始まりと言われる。裕福な大名、武士が年に一、二回まとめて払う掛け値売りが、大店舗では普通で、これを、交渉値引き掛け売りがなく、現金取引の小札売りにしたのが、大いに当たった。同業者の反発に、 幕府の検閲も入ったが、伊原西閣はこれを大商人の手引きと引用した。来客に酒や割引券を申請するなどの文句も話題になった。その後、平賀源内が1769年に知人の依頼で歯磨き粉の引き札を作ったのが有名になったほか、多くの作家が引き札を作成し、話題になった。明治、大正期には浮世絵の伝統も残っており、 機械木半ずり、石板釣りなどの導入で、手作りの味を残しながら、大量に印刷できる色鮮やかな引き札が登場し、現在引き札というと多く、各地に現存する、この時代のものを思い浮かべる。引き札の語源は、お客を引く、引き付ける、配るから来ているという諸説ある。当初は、札回し、安うり目録書き、工場書、書き付け、総広告とも呼ばれた。 江戸時代には何十万枚と出されたという記録があり、安政三年には松坂屋が五千五百枚出したとある。広め屋が配ったりもした。チラシの語源は大阪で引き札を巻きチラスから来ているという。明治五年に東京日日新聞から新聞付録で使われ、後に新聞広告の流星と共にとって変わられた。初期はわずかな色数であったが、 チラシの性質上、明るい見栄えのする色使い、鮮やかなぼかし技法、楽しく爽やかな図柄、大胆な構図になった。めでたいもの、目新しいもの、話題のものの図柄が多く、美人や子供、開花の和服、太陽、エビス、大黒様、隅田原、竜、富士、花鳥風月、ずんぐりした、福助、軍人さん、ハイカラさん、かわいい動物、福の神、体、 ラッパー、漁船、武者、染物工場の様子、荷造りの様子、池花、宝船、国旗、相撲取り、洋館、汽車、汽船、日本三景、鶴亀、松竹梅、神話、陸軍御用など、儲かる、ご婚役などの語呂合わせの絵もある。めでたい文字、繁栄、千脚万来、勉強、大勤務引き、丈夫、大入り、勝負だ。 また火の用心なども挿入されている。小読み、カレンダーのついたもの、郵便早見表、電車の時刻表のついたものもある。引き札を出した店には存続しているところも多いが、小規模経営の商店も多く、津村の中条油や浅田飴、湿通薬の今治水、朝日ビールのように現在も全てが存続しているとは言えない。昭和30年代商店開店時に提出された。 エビラの様子、ありがとうございます。